はい、OK。 はい、やり直して。すいません、アナウンサーのイケフリです。すいません、アナウンサーのイケフリです。
じゃあ、これ私はちょっといいですかね、はい、アナウンサーの方。お願いします。はい、じゃあ、自己紹介。はい、第35期、寺島です。ね、はい。この度、2年生研究で入部させていただきました、山田響です。1年生です。1年生の6級です。第40期ね。本日の名前を呼ぶね。山田響です。山田くんです。1年生です。はい、山本真理子です。よろしくお願いします。はい、1年生4年生初段です。新潟国際情報高校ね、とても優秀です。はい、どうぞ名前を。第38期、高橋尚です。今泣いてるの？今初段です。初段です。高橋くんです。パパいますか？いますよね。はい、OK です。はい、ありがとうございました。はい、第87期、青森県出身の山口真理子です。第何期ですか？37期です。首相だよね。はい、山口くんね。はい、ありがとうございました。はい、現役の方もそのまま進んでさらってください。はい。あ、すいません。いや、山田くんのママいますか？ママ。すいませんでした。どうも。はい、後ろから待ってますから、ね。皆さん、ここにいる4人はですね、すごいですよ。私たち、高田先生のデモンストレーションチームなんですけども、一言言いたいね、デモンストレーションチームでしてね。一言言いたい。できすぎ。全部困っちゃいますよね。素晴らしいよ。この4人に対してですね、25段ですね。25段。はい。一言ずつよろしいですか？はい。じゃあどうぞ、会長さん。第4期、奈良出身、平井和也と申します。サブラモトに副道院長、6段です。よろしくお願いします。重阪神、6段。はい。第10期、横浜泉道院、道院長、重阪神、6段です。6段です。はい、どうぞ。第6期、仙台中央道院、鈴木直人です。はい、仙台中央通りの名門ですけど、本当であれば7段くらい手堅いんですよ、先生はね。なお大阪の大会で初めて5段以上の部ができたんですよ。私たちも出ましたけどね、だからですね、総年の部、マスターの部、その時初めて5段以上の部で、なんと内閣総理大臣賞最優秀1位、先生です。すみません。大阪名古屋必ず本選に出て、必ずの最優秀か、優秀、まあ、1位って言うんですけどね、夏川先生がよく審判の時に言ってました、鈴木先生です。はい、どうぞ。第13期、東京で開催しています、支部は東京医科歯科大学支部、6段です。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、本当に OB、OG の方でこれだけ一生懸命頑張ってるということで、ぜひ新しい人、しっかりとインプットしておいてください。ちなみに池口は第10期からお世話になってます。ありがとうございます。どうもすいません、私もまた出てきました。あと正式なアナウンサーにつなぎますので、本当にありがとうございました。僕は OK になってます。